いいですか。ダモエの説明は、ダモエの説明しますしましょうか。しましょう。します。すいません。ダモエはですね、皆さんご存知かと思うんですけど、ラヴェルという作曲家のボレロという曲ご存知ですか。ボレロという曲でソロ楽器として用いられておりまして、ちょっとボレロ演奏します。ソロで用いられてるんですけど、それ以外ほとんど使われることがない楽器で、なんと日本に200本しかないらしいので、まあ、お値段はちょっと言えないんですけど、非常に珍しい楽器をオーボエとともに使っております。ごめんなさい、紹介忘れてしまいました。ちなみにダモーレ、オーボエダモーレっていうのはイタリア語ですね。ダモーレっていうのは、人を愛するという意味だそうで、オーボエダモーレというのは愛のオーボエというね、とてもロマンチックな名前になっておりますが、このダモーレは次は使わないと。はい。それではいいかな。はい。それでは風笛をお届けいたします。